遥か遠い昔、古の頃。モンスターと心を通わせ、眠れる力を目覚めさせる者がいた。人々はこう呼んだ。モンスターライダー。モンスターと絆を結びし者と。どうも、バナナ団団長のゴーです。今回はモンスターハンターストーリーズの実況やっていきたいと思います。では始めましょう。よいしょ。あ、利用規約ね。どいっお、旅立ちの章からの引き継ぎ。あー、旅立ちの章ね、まだやってないから、とりあえず初めから、やっていきたいと思います。初めから。はいはい、旅立ちのショーのプレイデータやってないんだよね、まだ。この家で。なんだ。大地に黒き闇の生まれし時、我らは求め。なんか人妖画っぽいね、顔が。かの人の到来を。なんだあいつ。彼は白き竜にまたがりて、さっそうと天かける。白き竜ミラルーツ。黒き闇をうがち、光を取り戻すのだ。はえー、
彼はモンスターライダー。モンスターライダー。モンスターと絆を結びし者である。すげえな、俺モンスター勝ったことしかねえから。すげえな、おい、絆結べるのこのゲーム。お、始まるぜ、そろそろ。かわいい、このフード。ウーディヒ、マスターボール。お、何語？モンハン語ですね。リリアちゃん、かわいいな。リリア、アオニオリノ。あー、かわいい、この子も。リッターの子は消した。アスティモータボー。ねえ、アティメイトモータボー。むっちゃ見たことあるけどね、モンスターの弾。ヘロスアスティ。つか、むっちゃ綺麗だな。モーターティミカ。いいな、こういう雰囲気。すげえ、ライネライダー。めっちゃ怖がるやん。シュバールって言ってる、かわいい。なんかめっちゃいい雰囲気だな。どっちが女かわかんねえな。なんだこれ、エスピナスか。ねえ、じゃあ腕ターボなってみれ。ラッチストライム、イエゴ。あ、サーレクル、サーレシューテイス、ターボミルティン、ウリガチア、ビリリリーって言うの。合図リリーって。恥ずかしい。お、移動方法。画面左側タップすると移動用されたパッドが表示され。はい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 。そう、今回はね、このモンスターハンターストーリーズ 3DS じゃなくてね、iOS 版のやつをやっていきまーす。よいしょ。まあまあ、なんとなくわかるでしょう。ちゃんと読まなくても。あー、いいね。あー、いい。あー、動く動く。あー、ぬるぬる。これ、毒でしょ、これか、絶対。調べられない。ダメか。エスピナスらしきもの取れない。あー、すげえ、草むらの中だと歩くスピード遅くなるな。お前はシュバル、はい、リリアの意地悪には困った。いやー、卵ね、ガーガの卵とかリオレイヤの卵とかよく取ってくからな、任せてくれ。お、リリアの合図。リリアー、いやー、むっちゃ綺麗じゃん、これスマホゲーぞこれ。セレミレクティブ。もう一個だけ色が違う。しかも大きいんじゃない、ちょっと。おお、やっぱそれに目つける。ボールターボ。ボールターボ。ボールターボ。デッキョンターボ。モードビュー、あっち見て。はあ。絆石を持ったライダーだけ。なんだ絆石。おお、言うね言うね。エストラーダ。でもシュバル来年ライダーになるとか言ってたけど、ね、分かんないのなり方。シュバル分かんない。石ころをゲッチュ、素材玉を作れみたいな。ライダーギツァーリをする。絆石を掲げる。掲げる。エネモノ。このまね、まあそれそうだろ。絆石じゃないだろこれ。石ころぞ。そういうお年頃ぞ。エコンテ。はいはい、エコンテ。はいはい、エコンテ。大変エコンテ。卵に挨拶。さあ名前を言ってみて。卵に挨拶の、てか主人公の顔映ってないね。まさかキャラメイク。キャラメイクある。ある。男女ありますけど、僕はねモンスターハンター絶対男なんですよ。いきますよ。で、おじさん作れねえかな。
モンスターハンターといえばおじさんなんだが、ほっそりぽっちゃり、いや俺はハンサムなんでほっそりでいきましょう。待って、でもなんか普通の方が近いかな。どっちだと思います皆さん。この内容で決定。イケてんじゃねえか。戦火ヒーナスティノルゴアマティムヒーナフェセロフェセロティアグラスキータンプロドハ。目覚めよ、やめ、今目覚めちゃったら困るんだけど。かわいい、ゴーゴーもかわいい、あらら、シュバルも可愛いし、リリアも可愛いし、ゴゴも可愛いんだけど、これ。あれ、天国か。なんかちょっと嬉しそう。めっちゃ嬉しそうだな。何こいつ。動く動く。こいつ動くぞ。めっちゃ見るやん。あー、やばい。あー、リオレルス。あー、リオレルスじゃん、これ。うわ、すっご。え？マジ？すげえ。すげえ。かわいい。うん、リオレウス。めっちゃ英語。やばいじゃん、これ。え、強いが。嘘やん。死んだわ、これ。おいおい、死んだわ。To be continue。ペプロセント。どうなってんの？いや、俺が聞きたい。ディファ、シュティレス、ネーデウス。マジで？え、勝手に名前つけんの？もう、え、俺が親だから、もうこれは。レウスって。レウス？いや、リオレウス、そう、レウス。おい、やめろ、お前。おい、やめろ。俺のリオレウスに、レウスって名前つけんな、お前。安直。嬉しそう、いいわ。かわいい。かわいい。ナロー系主人公だった。さては、ゴーゴーくん。マジか。え、モンスターと、イチャイチャできる世界ですか、ここは。白夢村。いや、リオレースの翼むっちゃ使ってるけど、風車。グロ。ほら、いやー、リオレウスの翼ふんだんに使えますやん。あー、すごいすごいすごい。あ、動けるね。物語の進め方、あらすじを確認すればいいらしい。 OK、 とりあえずやっていきましょう。あの赤色に話しかければいいんだろう。リリムちゃんだっけ。まだうまく飛べないんだね、赤ちゃんだから。マジ？ずいぶん大きな赤ちゃんだけどね。おい。うわぁ、なんか、うわぁ、なに？誰？ちょ、名前見えないね。名前見えない、これ。ちょ、閉めよう。よいしょ。これでいいかな。おきとやより森の奥へ入ったな。いや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 。いいでしょ、別に。いいでしょ。あー、すいません。誰？シュバルのお母さんかな？かわいい。あ、やっぱり母さんじゃねえか。やっぱり母さんじゃねえか。ダンさん。オムナ村長。やばいやばい。名前多いよ。いい母さんだな。ああ、確かにね。巣だったもんね。あれ、リオレウスの巣だったんでしょう。つうことは、やばいね。オムナ村長に報告。いや、そんな怒ってないでさ、リオレウス孵化させて仲間にしたんだぜ。やべえだろ。喜べよ、お前ら。リオレウスが仲間になったらもう。ねえ、せっかく仲良しになったのに。はい。ねえ、怒られちゃったよ。それは怒られるだろう。かわいいなぁ、リオレウス。え、かわいい。はぁ、はぁ、かわいい。この子は。面倒見のいい少女。あ、よくモンハンの村にいるやつですね。将来は楽しみ。そうだよ。みんなから、ちゃんと、そうだよ。ちゃんと大人はね、怒んなきゃいけない、こういうことは。よいしょ。うん。
まあでもね、リオレースがいてもね、俺行動パターン覚えてるから、新大陸も旧大陸も覚えてるから、俺リオレースの行動パターン全部避けるから大丈夫。心配性のライダーレースか。いや絶対素敵じゃないぞお前、犬にポチってつけるようなもんだぞ。まあまあ、この子らが無事で何よりじゃ。うん、小村村長、ちょっとね、ほら、ゴゴくんがさ、名前塞いでんのよ、これ。ゴゴくん、こっちに引っ越そう。こっちにお引っ越しね、ゴゴくん。オッケー。反省もしておるようだしな。まあ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 、反省はね、しないと怒られるんだよ、また。村長がそうおっしゃるのなら。はいはい、まあ多めに見ていただこう。二度と起きと破って、いや、それは約束できないですね。ゲームなんで、これ。ゲームなんで、はい言ってるけど、シュバルは怖いだけ。はいはい。なあ、絆石を持たずにモンスターと心を通わせられるなんて。その絆石っていうものが何なのか教えてほしいな。なるほど、心が共鳴ね。あ、よくある設定ね。はい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 。マジ？でもさ、儀式を買ってあったのリリアなんだよね。僕じゃないんですよ。すごいな、ここ。おいっつって。むっちゃ日本語。おい。ミザターリ。はいだけでミザターリって言うんだ。なんだ？おっと？モンスター。あっちに行ってみよう。どっち？やばいでしょ、それは。絶対ゴアマガラでしょ、これ。絶対ゴアマガラぞ。あー、エスピナス。あー、エスピナス。あれ？俺、こいつ知ってんな。おっと？逃げて。あー、ナルが来るガチャン。どうしたの、そんな闇。あー、どうしたの？毒煙玉かな、それ。毒煙玉かな。逃げて。おう、何なのあれって。あー、かっこいいっていうか、ちょっと腕太いね、このナルガクルが。あ、来た来た。マジやばいな。嘘でしょ、母さん。いや、この邪悪なナルが来る場合許せねえな、これは。あー、イケメンか。おっと、え、お前生まれたばかりだよね、お前火吹けんのもう。え、すごっ、このレウス。マジか、火は微妙に効きますからね、ナルガクルガニは。ちっちゃい。かわいい。あ、レウス、お前飛べる、大丈夫、飛べる、あ、レウス、やろう。犠牲を増やしたいのか、逃げろよ。ナルカが逃げた。マジか、シュバルの母さん大丈夫かな。いや、まあレウスは飛べ。ティファ、シュワレット、ミス。いや、そんな悲しい顔しないで。レウス飛べるから多分大丈夫だから。シュバルの母さん、そやろ。嘘、こんな重い話なの、モンハンストーリーズ。ちょっと、セーブします。マジか、驚きなんですけど。
1年後、マジ、え、本当に母さん死んだろ。マジか。せやろ。ナルガクルガの襲撃から1年が経った。ハクム村は以前の明るさを取り戻しつつある。今日は絆合わせの儀式を受ける日だ。ライダーになるための儀式なんだけど、どんなことするのかな。どんなことするんでしょう。もう俺儀式やったけどね、リリムとシュバルと一緒に。まあ結構崩壊しましたからね。ムラーの息子なんと言ったかしら。シュバルね。あら？あらじゃないよお前。あらじゃない。マジか、本当にお母さん死んじゃったんだ。あー、先にライダーになったんだねシュバル。マジ、え、ババ、え、ババコンガじゃん。大丈夫？え、ババコンガいるけどここに。え？大丈夫？これ狩らなくて大丈夫？怖っ。この村恐ろしいな。ドスランポスとかいるし。とりあえず絆合わせの儀式やっていきましょう。よいしょ、リリム。おら、いよいよだね。ゴーは小さい時からライダーになりたいって言ったけど俺ハンターになりたかったんだけど、うん、まあ叶うね。いやー、いい笑顔じゃん。絆合わせの儀式受けます、受けます。あれ、あんなライダーになりたいとは言ってなかったけどね。なんかライダーの儀式やったのに。うん、むっちゃいい笑顔。シバル、うん、まだ落ち込んでる。1年経ったけど、そりゃそうか、無理もない。おめでとうシュバル。おーおーおお、先にライダーになった。サスケ。マジか、お前、え、あ、そういう、そういう感じ？もしかして。あー、闇落ちじゃん。ライダーだと3人でしかった、そうだね。なあ。いや、レウスのこともさ、レウスどうなったんだろう。ナムラ村長は儀式の前で待ってるんでしょ。立派なライダーになれるはず。ありがとう、応援しててくれ。スリリ、レウスはどうなったんだ。レウスのことを教えてくれ。あの後どうなった、レウスは。いい村だ。あ、アイルだ。なぜなぜアイル、なぜなぜアイル。そうね、どんなことやるのかなって言っても、もう巣でなんかやった感じじゃないかな。絆をなんたら。ヤンクックくんがいるじゃん。ヤンクックくんじゃん。すげえなこの村。儀式の間。おおおおお、セカンド G のあそこみたい。農場の剣刺さってるとこみたい。レンマライユ、メンマンヤム、おーよく来たな、ゴゴゴよ。あれから一年か。あのリュウリュウスと特別な絆結んだお前さんじゃん。はいはいはい。まあ、そうですね。主人公ですし。立派なライダーになれるよ。日々精進するのじゃそう。いやまあ、それはね。さあ絆合わせやっていきましょう。っていうかな、タッチするごとにここ下に線出るのやだな。これやろう。絆石かな、これが。やったぜ。絆石を持てばお供と心を通わせ、互いに絆を結ぶことができる。ほほー、お供、お供。ああ、このように同じ絆石は一つとしてない。肌身離さず持っておくのじゃぞ。ああ、さあここに並ぶのがモンスターの卵だ。無事に卵が買えればそれがお前のお供になるんだ。レウスマジ、レウスも、え、レウスも死んだ。嘘でしょ。まあいいや、1年経ったから、とりあえず忘れはしないけど、とりあえずお供を迎えよう。ふっ、さあ3匹のポケモン選べみたいなムービーです。さいはい、さいはい、ギチュアリフン、パー、戦火気なしき、シナト村みたいだね。ルーガ、ん、酔ってんのか。
やってんのかおい。ロンノハ。は？マジか。タブレティラ。あ、そういう儀式じゃない。あ、これ想定外のことこれ。絶好調じゃん。いや、頭いかれてんのかお前。頭いかれてんのか。やばいでしょこれ。あ、いいぞ。タマタマティノ。は？卵だけにたまげたの。は？ん？なんか今尻尾見えた？あ？卵を掴めるんだ。まあいいだろう。俺に任せてくれ。あ、なんか尻尾生えてるこの卵。ダン先輩雑魚。危ねえ。ナイス。緊急回避。おや？ああ、何者だ。お前がだ。謎のアイル、アイルなんですか、これ。違う、何者、名を名乗れ。お前が名を名乗れ。人に名前を尋ねるときは自分から名乗る。あ、かわいい。さすらいの旅アイル。名前はまだ名乗れてないですよ、それ。おい、サグサミア。そうだぞ、なぜ儀式の邪魔をした？わざとじゃない。はいはいはい。たまたま卵が。ドコモからのお知らせ。お腹空いてますね。たまたまたまって腹が減ってんのか。別に減ってない。そこごまかす必要ある。かわいいね。ここの村の人はダン先輩以外みんな。そう言ってくれ。ひどいな、おい。別にいいじゃねえか、あんな儀式ぐらいよ。ああ、アイルズィだぞ、こいつ。他のアイルと明らかに顔が違う。元気のいいアイルじゃ。おい、このアイルはどうするかな。いや、別に俺は。いやいやいや、何喜んでうなずいてるんですか。それなら食事を用意させよう。マジ？いや別に、にゃんと。マジか、おい。ナロー系主人公じゃねえか。マジかよ。異世界転生ものだった、これ。くぅ、お前いいやつだな。よし、決めた。しばらくこの村にいて世話をしてやるよ。俺が世話するんだよ。世界中を旅してきたから、いろんなことを知ってるぞ。ナビルー。昨日オカリナのナビーかな。あれ。ああ、勝手な話を進めているな。儀式、まあ、うん、まあ、手伝えることがあるのかな。マイルートも、この、マジ、心通っちゃった、俺。まあ、いいでしょう。儀式、再開させましょう。よろしくお願いします。マジかよ。誰とでも心通わせんじゃん。僕の心笑ってるね。目覚めよ。いやー。お、これは卵孵化かな。卵管理メニューの卵孵化では間違えた卵をタップして孵化させられます。タップした場所によって生まれるお供のステータスにボーナスがつくことができます。孵化したお供は画面左上のツイッターアイコンからツイッターに投稿することができます。マジか。急にめたいやん。卵のかけらを組み合わせて卵を完成させることでお供を誕生させられます。卵のかけら。通信対戦フィールドでも我入手。へえ、そうなんだ。説明終了。うん、ありがとう。それじゃあ卵を孵化させてみよう。よっしゃ、やってるで。卵をタップしてください。何が生まれてくるかな。うわ、生まれてこい。蹴っただろこれ。うわ、生まれてこい。お前いい加減に生まれてこい。あれ、これ卵タップしますよ僕。なんか蹴ってるだけになってるんですけど、これどうする。長押し。あ、嘘、
あ、ガンガン蹴っていい、もしかして。おら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 、うわー、ドスランポスだ。まあドスランポスだと思ったけど、すげえ。マジこの子俺にくれるの？ちょ、名前つける前にステータス見ていい？わかんねえ全然。なんだこれ、遺伝子。なんだろう、レア度星1。悲しいこと言うなよ。モンスターにレア度つけるなよ、みんな可愛いだろ。キャラクターにつけた名前、自己紹介、通信による多くの人に来ました。はいはいはい、わかりましたわかりました。はい、どうしよう、ドスランポスの名前どうしようかな。なんかね、モンスターの名前、なんかポケモンとかもそうなんだけどね、なんかね、俺な、料理の名前つけちゃうんだよね。料理っていうか食べ物の、青ネギでいいかな。なんかそれっぽいよね、青ネギにしよう。青ネギで。かわいそう。キラキラネームってもんじゃねえぞ。ほっほー、めでたいめでたい。この子とお前さんは、やって絆で結ばれたのじゃ。勝手に言うね、卵蹴って強制的に産ませたみたいな。大事に慈しみ育てるのじゃぞ。はーい、にゃにゃにゃ。声は可愛い。ポカポカアイル村思い出す。すっげー痺れるぜ。もうまだ儀式続くの、ちょっと長いよ。絆石は極めることで秘めた力を発揮するんだ。村外れのボルテ山の洞窟まで行き、滝の奥にある水場で絆石を極めてもらう。水場、濡れ場、この試練を乗り越えれば、この試練を乗り越えなければ儀式を終えることはできない。なるほど、突然するような。まあしますで。いい返事だ後輩。やだなこんな先輩。準備はできたな、村の門まで来い。先に行って待ってるからな。オッケー、なるほど、ボルテ山に行かなきゃいけない。ライダーの試練、オトモンを手に入れたけど絆合わせの儀式はまだ終わらない。オムナ村長から受け取った絆石を清めるべく、ボルテ山の洞窟に向かうことに。果たして何が待ち受けているのだろうということで、ここら辺で1話を終わらせていただきたいと思います。いや結構ね時間経っちゃったから、ここで一旦切って、また次回やっていきたいと思います。それではまた次回やりましょう。バイバイ。